シリーズ初日の2オールレディースマクール杯。このレースからは予備ピットからの発走の上、周回短縮でレースが行われます。第11レース予選特選です。1号艇サヌモリミユ、2号艇西岡郁美、3号艇深川真奈美、4号艇西橋奈美、5号艇土屋美咲、6号艇平川香織です。2は1号艇サヌモリミユが向かっています。2コース2号艇西岡が入って、3コース3号艇深川真奈美、先月は丸亀で混合戦初優勝がありました。そして4コース4号艇西橋、前半3コースからまくって勝っています。5号艇土屋美咲、前半2着です。6コース6号艇平川香織となっています。カードは4コース4号艇西橋奈美で3対3です。1号艇サヌモリが人気の中心です。人気のエターは4号艇西橋、そして3号艇深川に票が集まっています。このレースから周回数2周でレースが行われます。第11レースの予選特選スタートまでまもなく残り10秒です。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇サネモリ、3号艇深川、わずかにコーススタート。逃げる1号艇サネモリ、2号艇西岡、そして3号艇深川、まくり出しを狙ってくる。あとは間から5号艇土屋が続く。まくり出した3号艇深川が1号艇サネモリ捉えたが、わずかに前、3番手内側から5号艇土屋、外は2号艇西岡が続く。あとは6号艇平川、4号艇西橋、スタートは正常です。2マークつけまいったのは1号艇サネモリ、内側から応戦する3号艇深川、内3号艇深川わずかに前、1号艇サネモリ食らいついての最終周回です。3番手5号艇土屋美咲が優勢な状況。2周1マーク主導権争い、3号艇深川先生、ここでもつけまいくんですが1号艇サネモリ膨れました。この間に3号艇深川のリードが広がって、2番手1号艇サネモリ、そして5号艇の土屋が続く。上位は3番、1番、5番です。あとは2号艇西岡、6号艇平川、4号艇西橋の順です。まくり差しが入った3号艇深川真奈美が先頭、ラッサマークリア。2番手1号艇サネモリ、3番手5号艇土屋の順、3番、1番、5番でゴールです。3番深川は五輪、1番サネモリ五輪、5番土屋五輪、2番西岡、後方は6番平川と4番西橋、接戦でゴールです。